スパーズで活躍したアルゼンチン生まれのテクニシャン、マヌ・ジノビリ。今回はそんなジノビリのキャリアの中で、特に印象的なモーメントをランキング形式で紹介していこうと思います。それでは早速ランキングスタートです。第8位、2017年、スタンディングオベーション。2017年のプレーオフ、スパーズはカンファレンスファイナルでウォリアーズと対戦。そしてウォリアーズが3勝0敗とシリーズ突破に王手をかけて迎えたゲーム4。この試合でもスパーズは大差をつけられ、第4クォーター残り2分、敗戦が濃厚になったところでジノビリはベンチに下がりました。当時ジノビリは39歳で引退も噂されており、このゲームが現役最後の試合となる可能性もありました。そのためスパーズファンは総立ちでジノビリに拍手を送りました。2002年に NBA 入りして以降、スパーズ一筋を貫き、4度の優勝に貢献したジノビリ。地域コミュニティとの結びつきも強く、ジノビリはサンアントニオのファンから愛された存在でした。結果的には次のシーズンもジノビリは現役を続行したため、この試合はラストゲームにはなりませんでしたが、このスタンディングオベーションはスパーズファンのジノビリに対する愛が現れたエモーショナルな瞬間だったと思います。第7位、2012年、弾丸パス。ジノビリといえば独特なリズムとステップを駆使したドライブが印象的なプレイヤーでしたが、もう一つの武器が敵の意表をつくトリッキーなパスだったと思います。キャリアを通して、ジノビリは多くの創造性あふれるパスを見せてくれました。そして個人的にジノビリのキャリアの中で最も印象に残っているパスが2012年のレイカーズ戦で見せたプレーです。まるでドッジボールのような弾丸パス。このアシストはジノビリが持つ唯一無二のパスセンスが発揮されたシーンだったと思います。第6位、2009年、コウモリ退治。2009年に行われたスパーズ対キングス戦。この試合、第1クォーター途中にコウモリがコートに乱入し、ゲームが中断するというハプニングが起きました。そしてこのトラブルを解決したのはジノビリでした。He's back. Oh, Manu knocked it out of midair! Manu had enough! ジノビリは平手一発でコウモリを撃墜。この捕獲劇にアリーナでは大歓声が起きました。ただ、後日ジノビリはインタビューで、あれは賢い選択ではなかった。コウモリは生態系の大切な一部であり、恐ろしい感染症を持っている者もいるからだ。そのせいで僕はワクチンを何本も打つ羽目になったよ、と語りました。第5位、2008年、シックスマン賞受賞。2006-7 シーズン、ジノビリは全盛期のオールスター選手という立場でありながら、チームのロスターバランスのためにベンチ出場を受け入れ、シックスマンとして起用されることになりました。そして2007年、スパーズは2年ぶりのファイナル制覇を達成。こうしてジノビリのシックスマン転向はいきなり最高の結果に結びつきました。そして2007-8 シーズン、ジノビリはベンチ出場ながらチームトップの 19.5 得点を記録し、シックスマン賞を受賞します。スターターという名誉を捨て、オールスターやオール NBA チームに選出されづらくなり、契約金も下がってしまう可能性があったにもかかわらず、チームの勝利のためにシックスマンとしてプレーしたジノビリ。この2008年のシックスマン賞受賞は、スパーズの勝利のために己の全てを捧げたジノビリという選手の偉大さを象徴する出来事だったのではないかと思います。第4位、2014年、クリス・ボッシュ越しのダンク。2013年のプレーオフ、スパーズはファイナルに進出し、ヒートと対戦。スパーズはゲーム5を終えた時点で3勝2敗と先に王手をかけます。しかしゲーム6、スパーズは勝利間近なところから同点に追いつかれ、オーバータイムの末にこの試合を落としました。この敗戦のショックは大きく、スパーズはゲーム7でも連敗し、優勝を逃したのです。そしてジノビリはスパーズが敗退してしまったことに関して誰よりも責任を痛感していました。当時35歳で衰えも感じ始めていたジノビリは、レギュラーシーズン、プレーオフを通して思うようなプレーができていませんでした。また、ファイナルでもシリーズの行方を決定づけたゲーム6でジノビリはターンオーバー8個というスタッツを残しており、自分のせいでチームは優勝を逃してしまったという罪悪感を抱いていた
のです。そのためジノビリはこの時本気で引退を考えたそうです。しかし悔しさを残したままキャリアを終わらせたくないとジノビリは現役続行を決断。そして2013-14 シーズン、リベンジに燃えるスパーズは2年連続でファイナルに進出し、再びヒートと対戦します。このシリーズスパーズはヒート相手に付け入る隙を与えず、3勝1敗と王手をかけてゲーム5を迎えました。そしてそのゲーム5でジノビリがスパーズのリベンジを象徴するようなプレーを決めるのです。当時36歳だったジノビリはクリス・ボッシュの上からダンクを叩き込みました。このプレーはジノビリが前年のファイナルでの鬱憤を晴らした瞬間だったと思います。そしてこの試合でスパーズは勝利し、7年ぶりに優勝、ジノビリも自身4度目となる優勝を果たしたのでした。Having everybody contribute, you know, it wasn't about Tim Duncan or Tony Parker. It was about Kawhi, it was Danny Green, Boris Diaw, everybody. This is a team, and that's what makes it so, so nice.第3位、2017年ハーデンをブロック。2017年のプレーオフ、カンファレンスセミファイナルでスパーズはロケッツと対戦。そして2勝2敗のタイで迎えたゲーム5。勝った方が先に王手をかけることになるこの重要な一戦は、オーバータイムまでもつれる激闘となります。そんなゲームで勝負を決めたのは当時39歳だったジノビリでした。ジノビリはハーデンのショットをブロックし、試合は終了。スパーズが勝利をつかみました。このシーンは年齢を重ねても衰えることのないジノビリの勝負強さが発揮された瞬間だったと思います。第2位、2004年、オリンピック金メダル。2004年に開催されたアテネオリンピック。この大会、アルゼンチン代表は育成年代から何年も一緒にプレーしてきた黄金世代と呼ばれるメンバーで挑み、その中で唯一の NBA 選手だったジノビリはチームのエース的な立場でした。そしてまず初戦のセルビア・モンテネグロ戦、アルゼンチンの1点ビハインドで迎えた試合終盤。ジノビリの決勝ブザービーターでアルゼンチンは逆転勝利をつかみます。その後、予選ラウンドを突破したアルゼンチンは決勝トーナメントの準決勝で NBA のスター選手を多数擁する優勝候補のアメリカと激突。この試合、アルゼンチンはタレント力で上回るアメリカ相手にパスワークや連携の取れたプレーで対抗しました。そして勝負どころでショットを沈め、ゲームハイの29得点を挙げたジノビリの活躍もあり、アルゼンチンはアメリカ相手に歴史的な勝利を収めたのです。こうして決勝進出を果たしたアルゼンチンは決勝でもイタリアを破って優勝。バスケットボールでアルゼンチン代表が金メダルを獲得したのはこれが史上初めてのことでした。そしてエースとしてチームを引っ張ったジノビリは大会 MVP に選出され、母国に金メダルをもたらすという悲願を達成したのでした。第1位、2005年、ファイナルゲーム7。2004年にオリンピックで金メダルを獲得したジノビリは自信に溢れた状態で2004-05シーズンに挑みました。このシーズンジノビリは前年からスタッツを大きく伸ばして平均16得点を記録、オールスターにも初選出されるなどスターの仲間入りを果たしました。そしてこの年のプレーオフ、スパーズはファイナルに進出しピストンズと対戦します。2003年の NBA 王者であるスパーズと2004年の王者であるピストンズが対戦したこのファイナル、共にリーグ屈指の堅い守備を誇るチーム同士の戦いはシリーズを通してロースコアな展開となり、ゲーム7までもつれる激闘となりました。そして優勝のかかったゲーム7でジノビリは素晴らしいパフォーマンスを見せるのです。この試合、ジノビリはゲームハイの25得点を挙げたダンカンに次いで23得点を記録。特にジノビリは勝負のかかった第4クォーターに両チームトップの11得点を挙げる活躍を見せ、スパーズの勝利に貢献しました。こうしてスパーズは2年ぶりのファイナル制覇を達成。
words, Manu. You don't want to make me cry, right? I'm unbelievably happy. I couldn't be happier. I need another body to feel it. It's just an unbelievable feeling. I'm so proud of being part of this team, this franchise, and this town. I love it.ジノビリはシリーズを通しても平均 18.7 得点を記録、ファイナル MVP には平均 20.6 得点、14.1 リバウンドをマークしたダンカンが選ばれましたが、GM の RC ビューフォードやアシスタントコーチのマイク・ブーテンホルザーが、ファイナル MVP はジノビリも同時受賞すべきだった、と称えるほど、このシリーズでジノビリは強い輝きを放ったのでした。ということで今回の動画は以上です。さよなら。